スタート30秒前。それでは、ボスの方でよろしいでしょうか。ドライバーの方、準備よろしいでしょうか。スタートいたします。スタート5秒前。さあ、スタートでちょっと腹が落ちまして、トップに立ったのは、加藤選手ですね。加藤選手、続くのは杉浦清人選手、ワーカー選手の順で1周目、そして2周目、返してくるところでまたトップクラッシュ。加藤選手、杉浦選手が並んで、杉浦選手が前に出た。さあ、そして3番手は野中選手が6番手から並んで、桜田選手もここに絡んでいるようですが、さあ、どうでしょう、梶原選手が3番手から上がってきた。さあ、杉浦選手、トップ3回でしたが、トップ4回の中で1秒差。さあ、トップを走っていたか、杉浦選手が先頭、入れ替わって、加藤選手と梶原選手の争い。さあ、調子が出たら大バトルになりそうだ。前を行くのは加藤選手、追い上げるのは加藤選手。さあ、加藤選手、ベストラップ18秒1秒、加藤選手は18秒007、現在トップに番組から 0.7秒差。さあ、加藤選手が出て、加藤選手を追っています。そして野中選手もじわじわと倒れてきましたね。梶原選手の中、1秒差を切りました。そして杉浦選手4番手、5番手には矢川選手。さあ、トップグループが今、計測ラインを立てる、つながりを続けていきます。加藤選手、梶原選手から 0.5 秒差とまたちょっと詰まりました。さあ、梶原選手ちょっといいのを狙いすぎたかな。この差が変わらずです。さあ、バックプレート、ボスの2台、似たようなトラリング、シドリック、ブルーのマシン、オフロストップのパス、加藤選手がフェンスにスタック、加藤選手の前に出ましたが、逆転して、その差がまた 0.2 秒差。さあ、トップに勝ったのは、なんと、マツダフリットから、トルタルコースを上げてきた加藤選手がトップ、2バックには、2バックループから、加藤選手の2番手、残り時間2分30秒。さあ、加藤選手が逃げるポイントは大丈夫、追う加藤選手。さあ、今度は加藤選手がこの差を少し実用が詰めてくる。さあ、バックストレート、2台、壁につながって、さあ、計測ラインです。計測ラインの上は 0.6 秒差。現在、中長距離10周目に入る。さあ、加藤選手の後ろに加藤選手が、捨てようとするが、少しコーナーが細かい動きがしますね。現在、バックストレートに入っていきます。トップの2台。梶原選手、加藤選手、おっ、梶原選手、ちょっと動いた。このスピードを乗せて加藤選手が、その差を詰める。さあ、同じようなトラリングが、ピッと後ろとブルーの2台。前を行くのは梶原選手、現在トップ2番手、加藤選手。残り時間が1分30秒、残り時間1分30秒。さあ、加藤選手、これ仕掛ける。さあ、どうだ。梶原選手にイベントして、トップを切ってしています。残り時間がまもなく1分になろうかというところ。さあ、加藤選手トップで上げてみてました。加藤選手と梶原選手の差がちょっと開いたようですね。その差が 1.8 秒差。さあ、逃げる梶原選手、そして加藤選手がまた、追い上げていく。このコースも変わらない。残り時間が1分です。ワンミスロー。さあ、トップの加藤原選手、コース2回のアタックからスクリープを乗せて、0.6 秒、その差 1.8 秒差で加藤選手が続く。おっと、上位2台が同時に転倒。さあ、3番手に山中選手ですが、トップの2台とはちょっと離れてしまったようですね。さあ、加藤原選手と2番手加藤選手から 2.7 秒差。さあ、加藤選手、バックストレートで優勝が狙っておられるバックストレート、加藤選手も今、バックストレートに入りました。
残り時間が20秒。さあ、そこから 2.8 秒差、さらにバックマンからのピンク。梶原ピッチャー、現在バックストレートが入りますと、佐藤ピッチも追い上げバックストレート。まもなくタイガースです。ここで5分のコールが入りました。佐藤選手が惜しくもゴールですね。梶原選手のみがピストラップに入りました。さあ、梶原選手はこれで17周年フィーキングランを終えて、まもなく計測内容が通過して、見事のスピードオールです。